ナンバー23-03、コモンウェルス王政復古、始めます。イギリス史上で稀な共和制時代の保障はコモンウェルス。コモンウェルス。次、英語でイギリス連邦はあ、ブリティッシュコモンウェルスオブネーションズ。はい、クロメールの王党派追討を口実に大量殺戮が展開された地域はアイルランド。アイルランド。次、クロメールが征服したスチュワート家の本領はスコットランド。スコットランド。次、イギリスの船と貿易当事国の船に入港を限定した法律は公海法。公海法。次、公海法によって打撃を受けた国はオランダ。オランダ。次、公海法が原因となった戦争は英蘭戦争。英蘭戦争。次、英蘭戦争開始年は1652年。1652年。はい、公開法が発布された年は1651年。1651年。色恋公開。クロメールが就任した政治軍の最高官職は五国教。五国教。ロードプロテクター。王政復古により即位したイギリス王はチャールズ2世。チャールズ2世。次、コモンウェルスの間チャールズ2世を保護していた王様はルイ14世。ルイ14世。次、公職就任者を国教徒に限定した法律は審査法。審査法。次、審査法が制定された年は1673年。1673年。いろんな見方で審査します。三藩の乱が発生した年も1673年。1673年。ヒーロー並みの御三家。人身保護法が制定された年は1679年。1679年。いろんな区人身保護法。公私交代いきます。はい、イギリス史上で稀な共和制時代の呼称はコモンウェルス。コモンウェルス。次、イギリス英語でイギリス連邦はブリティッシュコモンウェルスオブネーションズ。はい、次、クロムウェルの王党派追討を口実に大量殺戮が展開された地域はアイルランド。アイルランドで大量殺戮が起こりました。次、クロムウェルが征服したスチュアート家の本領はスコットランド。スチュアート家はスコットランド。次、イギリス船と貿易当事国の船に入港を限定した法律は公海法。公海法。次、公海法によって打撃を受けた国はオランダ。そう、だからそのオランダだから公海法が原因となった戦争は英蘭戦争。うん、英蘭戦争。次、英蘭戦争開始年は色恋公海法の翌年の1652年。そう、1652年。だからもちろん公海法が発布されたのも1651年。次、クロムエルが就任した政治軍の最高官職は五国教。五国教。次、王政復古により即位したイギリス王はチャールズ2世。チャールズ2世。次、コモンウェルスの間チャールズ2世を保護していた王様はルイ14世。ルイ14世。次、公職就任者を国教徒に限定した法は審査法。審査法。じゃあ審査法が制定された年は1673年。1673年。いろんな見方で審査します。次、三藩の乱が発生した年も1673年で、ヒーロー並みの御三家。次、人身保護法が制定された年は1679年。いろんな区人身保護法。ナンバー23-03、コモンウェルス王政復古。いろんな見方で審査します。ヒーロー並みの御三家。色恋公海法の翌年から公海法が原因となった英蘭戦争。